最近还好吗？3年前，我为了增广见闻来到日本，都市生活步调快得让我跟不上，好不容易才比较有上轨道了。最近做什么都感觉不太顺，上学跟打工都是。想说要散散心，出去旅行一下，你觉得呢？ 比较温暖的地方，既然有这个机会，我也想改改自己的内向个性，就选个有户外活动的地方走走吧。宫崎感觉不错，还可以去冲浪耶。虽然是冬天，但是好温暖。还有棕榈树，还有南国的风情。这次旅行就决定去日向市玩了，在宫崎县北部。听说大海很漂亮，会是个怎么样的地方呢？ 从宫崎机场坐电车大概要1个小时。あ、こんにちは。奥長浜までお願いします。はい、どうぞ乗って乗って。お姉さん運がいいね。この車は上日向タクシーって言って、日向では1台しか走っとらんのよ。好棒！旅行一开始就运气好好。 很幸运呢。奥良ヶ浜ってことはサーフィンやるの？はい。運動神経はあまり良くないんですけど、挑戦してみたいです。はい、到着。いいことあるといいね。因为这是我第一次冲浪，所以有预约好冲浪教练教我了。こんにちは。あ、こんにちは。予約してたリンさんですか？はい、そうです。日本語は大丈夫？はい、まだまだ勉強中ですが。あ、全然 OK ですね。俺ケイスケって言います。よろしく。わあ、他给人的感觉好阳光哦。亜生です。よろしくです。 じゃあこれウェットスーツね。あそこで着替えてきてよ。はい。お待たせしました。あれ、さっきのメガネの女の子は？私ですけど。全然雰囲気違うじゃん。じゃあ早速。よし、じゃあ今日は特別に先輩のこの俺が教えよう。 でもさっき君はね、気合が近いから不要走。練習した方がいいね。还以为负责教我的就是金佑教练。あれ、凛ちゃん。はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあまずはアキレス腱を伸ばすよ。はい。算了，都来了，玩得开心最重要。啊，是金佑教练，他好会冲浪，好厉害哦。 まっすぐ前を見て一気に立ち上がる。そしてそのまま OK。 あれ、今圭介見てた？あいつね、プロサーファーだからね。プロなんですか？そう。まあでもね、あいつがプロになれたのはね、なんと言っても好。我绝对要练到会。やっ。 私には無理だ。そんなにすぐに乗れるやつめったにいないよ。はい。ありがとうございます。どなたですか？あ、俺近くでサーフショップやってるただのおじさん。この海はね、人間と一緒でその日の期限があって、サーファーたちは穏やかな海のことをメロって言って、日向で過ごすゆっくりとした時間のことも意味してるのよ。メロ的時間、这句话好触动人心哦。ちょっとうちのお店寄っていかない？どうぞ入って。わあ、サーフィンのグッズがいっぱい。手ぶらで来ても大丈夫なようにレンタルもやってるんだ。あ、あれは昔の司さん。ああ見えてこの辺で有名なレジェンドサーファーだよ。何がレジェンドだよ。ジエンドサーファーだよ。ところで凛ちゃん、さっきの圭介のこと気になってんじゃない？なんでわかるんですか？あいつ昼はインストラクター、夜はゲストハウスでバイトやってるんだ。行ってみたら？司さん、ありがとうございます。いいことあるといいね。是这里吗？あ、是金佑教練。お、凛ちゃん、どうした？他还记得我的名字耶。司さんから聞いてきました。ここってまだ予約できますか？おう、ちょっと待ってな。大丈夫。じゃあ部屋案内するわ。あ、そういえば今日サーフィンめっちゃ頑張ってたな。ここが泊まる部屋。どうぞ。好棒哦，简直就像南国度假村一样。一个人住这间有够奢华的。金佑教练帮我介绍房间时，有跟我聊到说他其实是大阪人，因为喜欢日向的海浪才搬到这边。他跟我说了好多他的事。そうそう。あ。そういえば、凛ちゃんはどうして日向に？私は今までの自分を変えるためにやってきたんです。この旅で人生のいい波をつかみたいっていうか。そっか。実は俺もちっちゃい時は内気な性格で、あんまり友達とかもできなくてさ。でもサーフィン始めて世界が変わってん。なんか目の前のモヤモヤがすって晴れたような感じ。え、圭介さんも？あ、そうや。俺だけの秘密の場所に案内してあげる。こっちこっち。お、大丈夫？どうかした？なんでもないんですよ。そっか、じゃあ行こう。あそこ曲がったらもうすぐビッチやから。ここが俺の秘密の場所。すごい、こんなところにビーチがあるなんて。この穏やかな海を見てたら心が落ち着くねんな。一望無涯的大海。干净清澈的空气，感觉这座城市时光流动的步调很慢呢。あれ、凛ちゃん、もしかしてお腹空いてる？啊，好丢脸！话说回来，太专心冲浪，都忘记吃饭了。はい、お腹空いてます。美味しい？すごい美味しいです。そういえば今日ケースケースが波乗ってるところを見ました。すごくかっこよかったです。私には無理だと思う。諦めんの早すぎ。あ、そうや。俺明日お気に入りのサーフスポットで練習してるから、よかったら一緒にどう？いいの？じゃなくていいんですか？ぜひご指導お願いします。ちなみにどう？明天的練習只有我们两个，我一定要表现出好的一面给他看。こっち。ここが金ヶ浜って言って、俺のお気に入りのポイントやねん。じゃあ行こっか。離昨天的海滩有点距离，不过这里也好漂亮哦。圭介。おはよう。あ、重たい。今日も教えてよ。やろっか。うん。今日さ、私何回目だっけ？多分5、6回目ぐらいじゃないかな。这个女生是谁？難しそう。あ、この子はみなみちゃん。一緒に練習しても大丈夫かな？はじめまして、私みなみって言います。よろしくね。なんかこんなことしちゃった。サーファーっぽいかな。はい。サーファーやからいいんじゃない？よろしくお願いします。お疲れ様。りんちゃん、そんな落ち込むことないって。まだ明日はあるし、絶対立てるようになるから。あ、そうや。この後って予定ある？其实雅珊教练有约我了，不过就算了吧。何もないですよ。じゃあさ、うまい朝飯食べに行こうや。嬉しい。这次终于只有我们两个人了。为什么みなみ小姐又跟我们一起来了啦？哦，そうそう。朝練が終わったらここに来るのがルーティンやねん。そうなの。この前も一緒に来たもんね。そうやな。这间是乌龙面店吗？はい、いらっしゃいませ。こんにちは。天領うどんとおでんのいわしバーグください。はい。うどん屋さんでおでんですか？お、そうそう。ここはうどんはもちろんやねんけど、おでんもめっちゃ人気やねん。いただきます。あ、七味を入れる派？入れようかな。本当に？うん。結構辛いの好きだもんね。うん、めっちゃ好き。私も結構入れる派なんだよね。あ、そうなんや。そうやな、結構入れてる。好好吃。这里的面条好细好软哦。めっちゃ美味しい。ところで2人仲良さそうですね。おお、そうそう。みなみちゃんもサーフィン始めたばっかりで時々教えてんの。そうなの。圭介って教えるのすっごい上手なんだよ。全然まだまだや。いや、そんなことない。上手だよ。ほんま？ありがとう。めっちゃ上手だと思う。我就知道是他女朋友了。一定是。ごちそうさまでした。じゃあ俺サーフィンスクールあるから行くわ。あとは観光案内よろしくね。分かった。オッケー。ちょっと。あ、そういえば凛ちゃん、私のことさ、圭介の彼女だと思ってない？だってそうでしょ？いや全然違うよ。ほら。咦，他是施先生的太太吗？そういうこと。じゃあ行こう。はい。妈，日向市观光景点很多哎，有个地方叫做美美町，有着江户时代到现在的老街哦。我在那边的文史资料馆学到了很多这座城市的历史。还有这个绝美景点叫做马背，可以玩户外活动。我还跟みなみ小姐去吃了平平味醋冰淇淋，超好吃的。今日はいろいろありがとう。楽しかった。私も楽しかった。また明日ね。うん、また明日。那今天晚上要去吃什么好呢？好，就去问那个人看看吧。こんばんは。こんばんは。この辺で夜ご飯を食べたいんですけど。ここからね、3分ぐらい歩くと繁華街があるので、そこで探してみるといいよ。ありがとうございます。ちなみにお名前は？私は浩平と言います。浩平さん、じゃあ行ってきます。いってらっしゃい。お嬢さん、いいことあるといいね。这边就是闹区啊。这家店叫做笑满啊，有点好奇耶，鼓起勇气进去看看吧。いらっしゃい。一人なんですけど。カウンター空いてるからどうぞ。ありがとうございます。はい。おすすめは？うちはチキン南蛮と地鶏のたたきが人気よ。じゃあそれをお願いします。はい、わかりました。この店当たりだ。若い女の子がうちに来るのは初めてだからびっくりした。浩平さんって方が教えてくれました。浩平さん。浩平さんって言うとうちの町の市長やね。さっきの男性は市長さんだったんですか？他好亲切，梅柔的城市，市长也很梅柔。我爱上这座城市了。この旅でいいことあるといいね。好，今天是最后一天了。不管怎么样，我一定要学会站上浪头。よし、じゃあ凛ちゃん始めようか。はい。コツは海と会話するようにタイミングを待つ。ほら、一番。啊，好不甘心。不过觉得有点撞到感觉了呢。もう一回行くよ。集中して。今。趁现在，这个时候就。咦，我站起来了。哦哦呀！我现在站在浪上了耶！レスケ、私立てたよ！おめでとう、やったな！ありがとう、ケイスケのおかげだよ。なんか自然と立体になって地球に渡っていた。ケイスケの言ってること分かった気がする。この感覚がやめられへんのよな。自然とか海の大きさを感じて、私の悩みなんてちっぽけだなーって思った。じゃあもう一回行く？うん。行こう。皆さん本当にお世話になりました。サーフィンしたくなったらいつでもおいで。その時は俺に連絡ちょうだいね。はい、また必ず来ます。うん。他跑去哪里了？よし、じゃあもうね、時間もないから行こっか。いや、名残惜しいけどね。ねえ、よし、乗って乗って。はい。運転手さん、クルスの海までお願いします。一是这边吗？はい到着。いいことあるといいね。咦，这句话好耳熟哦。凛ちゃん、こっちこっち。こんな素敵な場所があったんだ。凛ちゃんが帰る前にこの景色を見せたかってん。あそこを見て、海が十字に見えるところ、ポルトガル語で十字のことをクルスっていうから、そう名付けられたんやって。ねえ、あれは？おう、あれ？この鐘を鳴らしながらお願い事をしたら叶うって言われてんねん。一緒に鳴らそう。このモニュメントはお互いの足りない部分とか弱いところを補い合って、相手を思いやる姿を表現してるんやって。今回の旅では圭介に助けてもらってばっかりだった。実は俺もひたむきに頑張る凛の姿に元気もらってさ。ありがとう。じゃあそろそろ時間もないし行こっか。あ、これプレゼント。これ見るたびにこの街のことを思い出してな。妈，你有听过 melon 这个词吗？对我来说，它可是能让我心安静下来的魔法咒语呢。妈，我在日向之旅坠入。